はい、どうもヒーローゆうきです。今回ですね、エブリィがマイナーチェンジして新しいモデルが登場したということなのでチェックしていこうと思います。メリーランド、まずですね、エブリィで検索すると鈴木エブリィ、はい、これですね、公式サイト出てきますのでここから見ることができます。で、これが鈴木の公式サイトなんですけども、エブリィ、まず一番大きな特徴としてはCVT を新たに搭載されたということですね。で、この CVT って何かってことなんですが、はい、CVT で検索すると詳しく出てきます。CVT っていうのは連続可変トランスミッション、または無断変速トランスミッションの略で、無断変速式のオートマチックトランスミッションを指しますということです。で、これ何なのかってことですが、CVT はアクセル操作や走行状態に応じて最適な変速比を選び、無段階かつ連続的に変速しますと。で、これによって変速ショックがなく加速や燃費がいいのが特徴。また巡航時のエンジン回転が低いためとても静かですと。つまり滑らかな乗り心地でありながら加速とか燃費が良くて、で音が静かっていうのが CVT の特徴になってます。それがエブリィに搭載されたということですね。で、あともう一つジョインターボ登場っていうことなんですけども、これ登場っていうか前もジョインターボあったんですよね、まあ、ただ、生産中止されてたので、でエブリィって軽キャンパー、軽のキャンピングカーのベースとしてよく使われるんですが、ただそのジョインターボ、エブリィバンのターボがなくなったということで、やっぱりターボ欲しいよっていう人はエブリィワゴンを選ぶか、もしくはダイハツのアトレーとかハイゼットとかそっちの方にこう流れてったんですけども、今回またターボが復活したということなので、またエブリィ巻き返し図るのかなっていう感じなんですよね。まあ、ただし、今回マイナーチェンジして新しくなったんですが、これあのクルーズコントロールがついてないんですよ。なので、まあ、クルーズコントロール欲しいなって人は、やっぱりまだ、ダイハツ、アトレ、ハイゼット、まあ、そっちの方になっていくのかなってことなんですけど、まあ、今後どうなるかですよね。はい。利用シーンに合わせてあなたをサポートということで、CVT 採用したことによって燃費が 16.4 となってます。で、その下がですね、広い荷室で毎日の仕事をサポートということなんですけども、ここですね、積載性能についてということをクリックすると、はい。まあ、この荷室の広さっていうのは変わってないですよね。一緒ですよね。広い荷室。で、この寸法、ここに、はい。詳しく書かれてます。もうかなり広い荷室ですよね。で、この高さとか幅とかっていうのもここに詳しく書かれてます。やっぱりね、こうやってね、仕事で使われることが多いですね。商用車として使われることが多いです。で、段ボール箱どのぐらい入るかっていうのもここに書かれてます。で、一旦戻りまして、あと、はい、安全装置ですね。鈴木の安全技術ということで、ここにセンサーがついているので、この前の状況をちゃんと察知して、はい、この鈴木セーフティーサポート、デュアルカメラブレーキサポート、誤発進を抑制してくれたりだとか、車線逸脱した時に警報を鳴らしてくれたりとかっていう安全技術も搭載されてます。で、この安全装備について、はい、ここをクリックすると、どんな装備があるのかっていうのを詳しくですね、見ることができます。見渡しやすい視界の広さとか、運転しやすく疲れにくいポジション、見やすく操作しやすいレイアウト、で、あとは予防安全ということで、まあ、それぞれ、安全技術。もう車線はみ出した時にピピってお知らせしてくれるとか、ふらつき、まあ、こんな感じの時もピピってお知らせしてくれたりとか、あと前の車がね、こう発進した時もピピってお知らせしてくれる。あとはハイビーム、ロービームの切り替え忘れっていうのも、予防してくれたりとか。っていうね、まあ、こういうのが搭載されてますよと。はい、あとね、後ろにね、こう障害物があるときにこう下がりすぎると、ああそれ以上下がんないでねってお知らせしてくれたりとかですね、っていうのが搭載されているので、まあ安心安全だよと。カラーバリエーションなんですけど、今まではホワイトとシルキーシルバー、クールカーキ、ブルーイッシュ、
ブラックパールっていうのがあったんですが、そこにさらに新たにパールホワイトっていうのとモスグレーメタリック、そしてデニムブルーメタリックっていうのが追加されました。なんかね、こうおしゃれな色が追加されて、なんかね、商用車なんだけどもおしゃれっていう感じですよね。まあ、特にこのモスグレーメタリックとかっていうのは今流行りのアウトドアに映えるカラーなので、まあ、この辺すごい人気が出そうかなっていう感じです。で、充実した装備のジョインシリーズってことなんですけども、ジョインターボとジョインターボなしですね、はい、この2つがあります。で、メーカーオプションで、この後席両側ワンアクションパワースライドドアっていうのをつけることができます。あとフルオートエアコンですね、はい、多彩なシートアレンジできますよとか、ジョインシリーズの装備、ジョインシリーズっていうのはエブリィバンの中で一番上位グレードに当たるものです。運転席助手席パターンって倒して、2列目シートもそれぞれ倒してこんな感じでフルフラットにできますよとか、あと運転席助手席は普通に乗車モードにして後ろ2列目をパターンって倒してその後ろを2室として使うことができますとか、もしくは助手席だけ倒して長物を積んだりとかっていうのができますと、まあ、多彩なシートアレンジができますよってことですね。で、あとは、メッキフロントフードガーニッシュ、パワーウィンドウ、あとはこのリアドアのペットボトルホルダー、あとドアトリムクロス、まあ、おしゃれな内装ですよね。であとね、リアヒーター、これは冬場寒い時助かりますね。あとチルトステアリング、はい、上下に動かすことができます。であとスライドドアクローザー、あとキーレスプッシュスタートシステムとかで、快適装備についてっていうところをクリックするとここで、はい、装備を詳しく見ることができます。でエアコンとかラジオとかパワーステアリング、あとパワードアロック、パワーウィンドウ、電波式キーレスエントリー、そして USB 電源ソケットタイプ A とタイプ C、まあ、この辺がやっぱり今時ですよね。あとは運転席のシートヒーターで、あとドアの施錠解除で、携帯リモコン、エンジンスイッチ、あとねリクエストスイッチで、あとユーティリティナットと LED ランプで作業がスムーズにってことなんですけど、ここですね、このネジ穴が切ってあって、ここにですねいろんなアイテムを取り付けることができますというものです。で、あと7インチディスプレイオーディオ、ラジオもしくは Bluetooth 接続による音楽の再生、ハンズフリーの通話、バックアイカメラ表示など多くの機能を搭載、スマートフォン連携によって対応する地図アプリの表示も可能ですということです。スマホを接続することによって対応するアプリをディスプレイオーディオ上で使用できますよと。あとアクセサリーとしてはこれ別売りになるんですが、ネットラック、この天井にラックをつけたりとか、あとラゲッジマット、床ですね、あとはハンガー受け、ラゲッジバー、このバーですね、こういうのも取り付けることができます。であとレジャーや旅行で車中泊を楽しむための2段ベッドセットとか、あとスライドドアクローザー、後席両側、これはジョインターボとジョイン CVT 車なんですけども、このハンドア状態からちゃんとカションって閉めてくれるってやつですね。あとは人の乗り降りも荷物の積み下ろしもスムーズな後席両側スライドドアで、ジョインシリーズがこんな感じ、さっき見ましたね、ということになってます。で、一回戻ります。値段なんですけども、ジョインターボのハイルーフ肉の CVT で166万5千円、PA だと119万7千円となってます。価格グレードについてっていうところをクリックすると、はい、さらにですね詳しく見ることができます。ジョインターボハイルーフで、まあ、一番高いやつで181万9千円となってます。で、ジョインのハイルーフで、あと PA リミテッド、 PA ハイルーフと、まあ、それぞれあります。で、ここですね、ウェブカタログ、アクセサリーカタログっていうところをクリックすると、カタログを見ることができます。ここでですね、カタログを見るっていうのを見ると、はい、このウェブ上でカタログ見ることができます。今見てきた公式サイトに書かれていることが、はい、ここでですね、カタログとして見ることができます。まあ、こっちの方が見やすいかもしれないですね。あとね、これですね、
助手席背面にシートバックテーブルとして、まあ、こういうふうにですね、テーブルがもう最初からついてます。まあ、これもすごい便利ですよね。で、あとどこに何がついてるのかっていうのをここに詳しく書かれてます。で、安全装備がありますよ。で、ジョインターボとジョイン。で、あとね、PC と PA リミテッドに CVT があって、PA は CVT がないんですね。今まで通りのマニュアルかオートマかっていう。はい。で、このジョインターボ、ジョイン、PC、PA リミテッド、PA、何が違うかっていうことで、このね、早見表、ここで、この装備、何がついてるのかっていうのを詳しく見ることができます。それぞれのグレードの違いですね。はい。ここで詳しくチェックすることができます。で、次に、じゃあね、エブリーワゴンの方も見てみましょう。で、ワゴンの方にも CVT が新たに搭載されましたということなんですが、ワゴンはバンと違って、こっちは乗用車になります。普通の普段の足として乗れる。バンの方が商用車、仕事で使うのが目的なんですけど、ワゴンの方は、普段の日常使いで使うのが目的になってます。ワゴンの方は燃費が 15.1。サイクリングに使ったりだとか、あとはキャンプとかですね。で、あとね、ワゴンの方はこの後ろですね、2列目シートがこう動くようになってます。なので、後ろの席、後席の人も快適に乗り心地がいいですよっていうのがワゴンの特徴ですね。はい、こんな感じで使えますよっていうのが書かれてます。で、ワゴンの方にもこのモスグレーメタリックっていうのと、デニムブルーメタリックっていうこのカラーラインナップですね、色が追加されてます。で、あと価格なんですけども、PZ ターボスペシャルの一番高級グレード、電子制御式パートタイム 4WD CVT で200万ちょいですね。で、この PZ ターボスペシャルと PZ ターボ何が違うのってことなんですけど、このグレードによる違いを解説しますというところから、はい、ここでですね、見ることができます。ここに、はい、このグレードの違いが書かれてるんですが、まあ、この方が、ここにですね、解説してくれてます。エブリーワゴンのグレードは2種類。後席、助手席側がパワースライドドアで、LED ヘッドランプ、LED 付きサイドミラーなど、基本装備が充実したグレードの PZ ターボ。後席両側がパワースライドドアで、後席左側に電動オートステップを装備した上級グレードが PZ ターボスペシャル。両グレードともにハイルーフと標準ルーフを選べますよということです。というわけでね、エブリーマイナーチェンジした新しいモデルについてチェックしました。詳しく見たいよという方はですね、このエブリー公式ページでいろいろ詳しく見ることができますのでチェックしてみてください。今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラム、X、Facebook など SNS もやってますのでそちらも遊びに来てください。では、さよなら。